にちは、桐原瑞希です。私二十歳になってからの撮影が初めてだったんですよ。だから今までは結構なんかフレッシュで、髪型も短くてあのボブだったりとかしたので、結構幼い感じの印象があったと思うんですけど、今回はもう髪の毛もロングで大人っぽくでも可愛さもありつつみたいな感じで、いろんな私、新しい表情がたくさん見れると思うので、そういうとこに注目していただきたいです。皆さんぜひ私のグラビアを見て幸せになってください。皆さんの癒しになりますように。ハート。はい、茨城県出身の二十歳です。普段はアイドル活動をしています。キャンディーチューンというグループで遊びシステムさん所属していて、かわいラボっていうプロジェクトがあるんですけど、その中の第3弾目のグループです。私は最年少です。あ、でもキャッチコピーがあるんですよ。それが3歳にも27歳にもなれる自立系赤ちゃんっていうのなんですけど、よくかわいいとかっこいいのギャップがあるとか、最年少だけどパフォーマンスがちょっとかっこいいって言っていただけることが多いので、ギャップ担当だと思います。好きなものはアイドルです。あ、そうです。もともと私、韓国の K-POP アイドルさんがとても大好きで、日本のアイドルさんも好きなんですけども、全部アイドル大好き。グラビアは結構今までもたくさんやらせていただいてるので、数え切れないんですけど、私が本当に初めてグラビアをやらせていただいたのがヤングジャンプさんだったので、本当に思い入れがあります。